皆さんこんにちは、モレノです。本日はタイラー・マグロアーについてレビューしていきます。現在の作成コストが9万コインです。 EFL チャンピオンシップの選手になります。ブラックマンの選手ですね。まあ、決してねケミストリーはいいとは言えないです。ただし、イングランド人の、まあ、アイコンと緑リンクになりますので、まあ、それらの選手とつなげる。あとは、EFL 結構ね意外と選手いるんですよ。今回の30レベルでも結構強い選手が来たんですけど、このまずロレント、守備的ボランチとしてはめちゃくちゃ強いです。まあ、攻撃的にやれないことはないんでしょうけど、数値的にはかなり強いので、使ってみる形はあります。で、あとね、ロウですね。このカード使ってないんですけど、まあ、数値的には見ると全然やれますし、緑リンクなので、まあ、ここら辺の選手とつなげるのがいいと思います。ちょっとベン・デイビスはね、能力少し物足りない気はしますね。まあ、主にね、リンクとしてはこの2人、そしてイングランド人のアイコンになるかと思います。僕自身はね、たまたまルーニーを当てることができたので、ルーニーとつなげていきますが、まあ、それこそリオ・ファーディナンだって、アシュリー・コールなど選択肢もたくさんいると思いますので、まあ、絶望的なケミストリーではないと思うんですよね。で、作成コストが9万コインになります。で、マグロイヤー、185センチのミディアムハイのワークレートの選手です。で、右利きで、ミディアムハイじゃないですね、ローハイですね。右利きで2スター、2スターです。で、ここを注目すべきポイントとしては、ワークレート1つ。このワークレートは非常にいいと思います。センターバックのワークレートって、僕は正直気にしたことないです。気にしたことないんですけど、まあ、ローハイで、あることは間違いはないと思うので、まあいいと思います。で、この選手 EFL なのになんでレビューするのっていう話をすると、もうむちゃくちゃに強いです。まずペースですね。ペース99に行きます。加速ダッシュ速度が99行く選手は、昨日コリンズ、ドルトムントのコリンズが来て2人目になったんですけど、このマグロが初めてだったんじゃないかなと思います。それだけ、まあ、ペース的にまずスピードですね。まあ、このゲームってスピードすごく大事なので、そこが99に行く。で、なおかつ、守備値も82あります。で、特にまあ僕が大事だなと思うのはインターセプトでタックル。守備意識はね、上げても81ってちょっと足りないんですけど、特にタックルが98、フィジカルが91あるので、まあ、フィジカル的にはね、この選手185センチあるので、期待できる選手なんじゃないかなと思います。で、なおかつ、敏捷性も92あるので、本当にスピード感の感じられるセンターバックになるかなと思われます。で、パスセーロはね、視野が54なんで、決してよくはないんですけど、ショートパス、ロングパスが80、93とあるので、まあ、キャンベルだったり、あとは、ディオプとかですね、みたいな絶望的なビルドアップをすることはないと思っております。で、今回使っていくチームこちらですね。僕の場合はルーニーとつなげて、ジョー・ゴメスですね。ジョー・ゴメスのこのカードもね、強いですね。やっぱりね、スピードはありますね。まあ、マグロイヤーの方がスピード感を感じるのですが、やっぱりそのセンターバックとしての安定感、守備値がまあ7違うので、そこはやっぱりそのジョー・ゴメスの良さっていうのはあるかなと思います。あと1個ね、アリソンとこの選手緑なのが大きいですね。なかなかね、イングランド人キーパーがいないので、まあ、イングランド人にここ埋められたらベストなんですが、現状はおすすめしないです。いいキーパーいないですね。で、まあ、右には食べちゃんですね。この食べるにあるカードは、僕的には今、サイド、現役選手、ちょっとアイコンのザンブロッターとか高い選手知らないですけど、現役選手の中ではナンバーワンのサイドバックかなと思っています。安いですけどね。まあ、ケミナミンなんでしょうがないですけど。で、今回使っていくのは4231のセンターバック。まあ、ここは正直いじるとこないと思います。攻撃値上がらないの。そのままデフォルト状態で、まあ、センターバックとしてレビューしていきます。という感じで始めていきます。では、まずドリブルから見ていきます。この選手がマグロアですね。やっぱり速いです。とにかく速いなと思いました。正直、サイド起用しても、まあ、スピードだけなのでやれるぐらい速いなと思いましたし、ドリブルも軽いですね。やっぱり敏捷性が大きいと思います。で、守備に関しては本当に動かしやすいですね。やっぱりスピードがいかに大事かっていうのも改めて認識したなというか、まあ、自分自身がこの選手を持っている時、スカイプスピード負けしたことはなかったですね。まあ、バペ相手でも全然スピードではやれてたので、このシーンもね、決してね、簡単なシーンじゃないですよ。普通のセンターバックにしたら、やっぱりデビッドの方がペース的に優位がある選手であれば、結構どうだろうなっていうシーンだったんですけど、もうマグロアの場合はね、とにかく速いんで、ロングボールとか来られても何にも問題なかったですね。そこは非常にね、安定してましたね。
で、ここの守備ですね。で、守備も全体的にね、あの不満は全くなかったです。あの、なんだろう、当たり負けするとか、ここのポジショニングおかしくないとか、そういうのもなくて、あの、本当に、もう今年使った中のセンターバックじゃ、僕的にはナンバーワンでしたね。ここもいい、ヘディングも勝ちますしね、あの身長も185と悪くはないので、全然。あ、本当に競り負けるっていうシーンもなかったですね。ここもマグロは早いですね、うん、とにかく早い。他の選手だったらここ届かないんじゃないかなと思うところをこの選手しっかり届いてくるので、まあ、それが良かったですよね、まあ、ここのジノラとかもファールですけどね、まあ、ジノラにはファールぐらいじゃないと止められないと思うんで、あのいい守備してますね。で、ここ最後ですね、マグロはセンターバックにいて、もうね、ロナウド相手ですがしっかりと対処してくれています。では最後マグロはまとめていきます。現在の価格が9万コインになります。非常に安いと思います。まあ安くはないかな。正直 EFL ってケミストリー的にはすごく難しいあのリーグだと思うんですけど、この選手がプレミアリーグだったら間違いなく50万60万してる選手だと思うんですけど、やっぱりそれだけケミストリーって大事だと思うので、そう考えるとまあチームに置けるのであれば置ける、もしくはなんか例えばイングランド人のアイコン1枚持ってるんですっていうのであれば作ってもいいと思います。で、それこそまああとはバラン大工使うの飽きました、他になんか面白いセンターバックいませんかっていう方であれば作ってもいいかも。うん、非常に強かった。で、まあ選手単純な評価としてはもう今作使ってきたセンターバックの中でもトップクラスの選手ですね。今年レビューしてきてここに並ぶのはまあゴメスとか並ぶなと思うんですけど、ゴメスよりは全然早いですし、まあ、あとジャローとかコルドバと比べても遜色のない選手だなと思いましたので、本当にまあプロが大会で使ってもいけるような選手の一人だと思います。で、ケミストリーに関してはね、やっぱりシャドウをつけるのがいいと思います。ここのペースを99まで持っていくことによってこの選手の特徴が生かされるので、まあアンカーでもいいとは思うんですけど、まあ、僕はここのフィジカル少し上げるよりはペース上げた方がいいのかなと思っています。正直あの誤差の範囲内と思います。あの使っててもわからない気がします。むしろ中の方がいいのかな。ただまあインターセプトがねシャドウをつけることによって90いきますので、まあここは1個上げときたい能力なのかなと思います。で、この選手ハイストキーながらもドリブルも軽いですし、あのワークレートも非常にいいですし、逆足にもね僕は気にならなかったですね。あのビルドアップの面でも全然気にならなかったのでおすすめです。で、他のセンターバックと比べてっても、まあここペース順で並べていきますが、あの本当にねジャロだったりコールドバー、ミリタムからちょっと使ってないですけど、ここら辺の選手と全然並べると思います。あのまあそれこそここ大リーグでプレーしていたら少なくとも3倍4倍はついてる値段だと間違いなく思うので、まあぜひね、あの気になっている方は使ってみてくださいという感じで終えていきます。非常に良かったです。で、作成期限が27日までになるので、そこまでねくれぐれもお気をつけくださいという感じで、今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。